皆さんこんにちは。今回は家中の人となっているあやなんさんが芝優さんと接触し交わした言葉や緊急搬送されたことが嘘と発覚したことについてお話ししてみたいと思います。あやなんさんの X の更新についてですが、この投稿が大きな話題になりました。お久しぶりです。うーくんは一昨日くらいに一旦家に帰宅して顔は合わせてたんですが、報告が遅くなりました。今日改めてうーくんと話をして、夫婦の間で起こったことはもっと時間をかけて解決に向かって前向きに進んでいく予定です。今報告できるような話はありません。そしてこれはまた別件で、うーくんと一緒に動画にしようと決めていたことだったのですが、この騒動の流れで広まってしまったので今ここで報告します。私たち芝南夫婦には数ヶ月ほど前から夫婦公認でセカンドパートナーが存在しています。もともとみんなに報告するつもりだったので何も都合の悪いことはありませんが、今出回ってる離婚希望の写真はその時ありえないくらいとてもとてもイライラしてたので、憂さ晴らしによく使ってる親しい友達にあげたら、なんとこの騒動で凄腕のハッカーにインスタをハッキングされていたという状況です。先にネタバレされました。それだけはうざいね。さっきパスワードも変更して2段階認証も設定し直しました。遅い。あとこの一連の騒動で私が芝優のセカンドパートナーである S さんに対して一時的に強く嫌悪感を抱いていましたが、それも謝罪し解決しました。私たち夫婦とパートナーの2人合わせて4人でのディナーもして家族にも紹介済みです。見てる皆さんは子供の心配をすると思いますが、それも心配無用です。本当にそれだけは余計なお世話なので、こんな家族もあるんだなって感じで見ててください。今後芝南夫婦としてもちゃんと改めて報告動画も出す予定ですが、すべてうーくんの休憩が終わり次第なのでしばしお待ちください。今私から説明できることは以上です。あやなんさんの X の内容から、これまで騒動中芝優さんはあやなんさんとの接触を避けていた様子でしたが、10月27から28日頃に会って話をしたようです。夫婦の今後のことについて話したとのことですが、離婚等の可能性はあるのでしょうか。あやなんさんは今はまだ話せることはないとしており、お互いにパートナーがいることを明かし強調する形となっていますが、真相は分かりません。そして他社から新たに拡散された内容もさらなる注目を集めています。インフルエンサーの滝沢ガレソさんやコレコレさんは10月29日から30日にかけあやなんさんの不倫と題し様々な証拠画像を公開しています。また先日あやなんさんがインスタのストーリーズでアップした画像も話題になっています。ストーリーズでは3枚の画像がアップされ、たくさんの文字が詰められていました。私から見てる景色とみんなから見てる景色が違いすぎるんだよな。そりゃみんなからしたら私が悪者に見えてしゃあないよなと投稿。けど我慢が限界を超えるってことは誰にでもあるってことも分かってほしいなと綴っており、私から見たら許せなかった相手はみんなから見たら大スターだったりするし、そんなこと世の中たくさんあるじゃん。見る角度を変えたら全然違うものに見えたり違う色に見えたりね。だから私は目的のために手段を選ばないようなやつだから、そこはごめんって思うけど仕方ないよね。限界を超えてしまったからと自身の正当性を訴えています。それぞれの感想を述べて全然いいんだけど、私も今まで本当にたくさん傷ついたからもうほっといてくれやとし、今私を支えてくれたり大切にしてくれてる人や DM くれる人、ほんとありがとうございます。私は自分を大切にして貫いてこれからも生きるよ、だってそれが息子たちのためにもなるんだからと綴りました。さらに続く投稿では病院のベッドで点滴につながれた自身の写真をアップし、なんか芝優だけが精神病患って大切にされてるけど私も言ってなかったけど、今回ので精神ストレスで動けなくなって過呼吸になって運ばれてたくらいにはダメージあるよと主張。その中で子供2人の面倒も見てたよ、お迎えも行かないといけなかったり、ご飯も準備したり、遊ばせに行かなきゃかわいそうだと思ってゲームセンターに目指したやりに連れてったよと、体調不良の中子育てしていたことを明かしています。こんなことは言いたくなさすぎるけど、あまりにも芝優がかわいそう、東海をあやなんが全て壊したという見方をされすぎててどうしてだよってなってるよ。
と悲しんだ綾南さん。私は5月にウー君のパニック的な症状を発症してから、これまで何度もくじけそうになりながら、メンバーたちと連携取りながら、ウー君をずっと支えてきたのに、最後の最後で芝生を破壊した張本人、圧倒的ヴィランとして認識されるんだもん。慰めてほしいとは言わないけど、めっちゃくちゃ死ぬかと思った。何度もね、本当に何度も自殺を考えたと明かしました。さらなる投稿で、昔からこういう性格、物心がついた頃から弱い者いじめをする同級生は男だろうが絶対に許せない、ずっと愛があったってことは理解してほしいと自身の信念に基づいた言動であることを綴りました。しかしこのストーリーズで話題となっているのが、精神ストレスで動けなくなって過呼吸になって運ばれてたとの投稿。病院関係者がこの投稿をポストし、割と好きでフォローしていたけど、あやなんの SNS の発信で、医療関係の仕事なので最近はイラッとしてた、あとラクテックとアセリオを点滴してる写真はインフルとか高熱の風邪でやったやつでしょって感じ、コロナで働いてた医療関係者をバカにした発言したのに、しっかり病院行くんですね。医療スタッフは写真見ればわかりますよ、アイスノンっぽいのも見えるし、ラクテック過呼吸で使わないでしょ、なんかさらにがっかりしたなどと、写真が近日撮られたものでないことや点滴されているものへの指摘があります。そもそも綾南さんといえば、コロナ自粛中に開催した YouTuber31 人飲み会でも話題となりました。21年6月、新型コロナで外出自粛などを求められた緊急事態宣言下で31人で飲み会を行ったとして文春オンラインにスクープされました。綾南さんの誕生日会だったこの飲み会、当事者である綾南さんは当時謝罪しましたが、先日その謝罪を撤回しています。その投稿では、感情に任せて何でもかんでも SNS に載せるのは良くないって何を根拠に言ってんのかな。ちなみに私、今までネットで本音しか言ってないけど、最高に楽しいけどね。 SNS なんて割と好きに発言していい場所だろうが、何、いつからそんな綺麗で都合のいいことしか載せてはいけないルールになったの。炎上って何、勝手に誤解して騒ぐバカどものせいで私はだいぶ苦しめられたけど、私って別にそんな悪い人間じゃないよ、だったらこんなに友達たくさんいないよ。だって冷静にあの時期に誕生日会に31人も集まるってすごい人望だよね、わら、コロナ禍なんだそれ気持ち悪いって途中からずっと思ってたわ、いつまでやるんだよこの茶番って、医療従事者ですってコメントで埋まってたよな、あいつら今どこ行った、国の言うことしか聞けない、自分の頭で何が正しいのか考えることをほぼしない人間たち、それでもお前ら人間かよとコロナ禍飲み会に苦言を呈してきた人に自身の考えをぶつけていました。さらに、あの時私が飲み会してた時に必死でマスクして一生懸命私を叩いてた奴らは今あの時の私と同じようにマスク外して飲み会してるだろ、気づくのが遅いか早いかの差だけで結果は変わってないのに、さも自分が優れた人間かのように私を罵倒してきたよな、気持ち悪い国民性だよ、本当に日本嫌い、多数派の意見しか述べられない雑魚ばっかりと怒りを伝えていました。当然この時も医療従事者と見られる人から、さすがに無理、看護師として頑張ってきた私たちを侮辱したこと許さない、矛先変わりすぎな、さすがに言い方に気をつけるべきかと、全てを感情に任せて SNS に載せていれば彼女にも伝わっていたのでしょうか、体験しない限りは茶番なのでしょうか、とても悔しいです、とても悲しいです。自分を正当化するために早いか遅いかだけなんて自分の尺度で判断して、医療等の対策に対して自分が正しいというのはやめていただきたい、今後医療を受けないでほしい。揉めてる根本は興味はないですが、確かにこのツイート悲しいです。多くを犠牲にして命を守ってくれてたのに、なんでわからないのかね、などとコメントが相次ぎました。何度も医療関係者を激怒させた綾南さん。さすがにここまで無礼な物言いを続けてしまうと、世間からは、さらに厳しい目を向けられることになってしまうでしょう。炎上することで再生数を稼ぐということが目的ならば、成功しているのは間違いありません。この先、この騒動はどうなってしまうのでしょう。幼い子供たちが心配です。最後までご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。